倍数を広げまくって最後まで広げたらどうなるのか。で、深さが38ミリでもスルスル、こいつが落ちてしまえば大惨事ですね。どうも、駅マニです。今回はこちら、卓上バイス万力ですね。バイスを広げまくって最後まで広げたらどうなるのか、これを検証したいと思います。これね、子供の頃からの夢でした。これめちゃくちゃ気になってたんだよね俺。まあ一応ね、バイスって何なのかっていうのを知らない人のために一応説明しておきますけど、これね、バイスですね。まあ物を挟むもんですね。だいたい普通のバイスだと作業台なんかにボルトとかで打ち付けて固定して使うんですけど、僕が持ってるのは回転式ベンチバイスって言って、机とかに穴とかを開けないでも固定するところがクランプになってるんで、挟めるところがあればどこでも作業ができるよっていうものなんですよね。僕ね、名字中山って言うんで、トラスコ中山のベンチバイスを購入したんですけど、幅が51ミリ、口の開きが70ミリ、で口の深さが31ミリ、でこれが大体4000円ぐらいですね。で、これね、2種類種類があります。もう1個これよりも大きいサイズがあって、ここの幅が66ミリ、ここの口の開きが90ミリ、で深さが38ミリっていうワンサイズ大きいものがありますんで、そっちはだいたい7500円ぐらいか。これね、おすすめのものではあるんですけど、今日は紹介じゃなくて、卓上バイスにしてもクランプのバイスにしても挟むために一旦広げるっていうことができるんですよね。例えばね、こうラッキーストライク挟もうかなって思う時あるじゃないですか。そういう時にこうどんどん広げていくんですけど、自分が必要なサイズに広げたらもうそこから締めていくだけなんで、皆さんそれで終わりだと思うんですよ。これ最後まで開いた場合ってどうなるかみんな知ってます？僕は知らないですね。開いてもしここの部分がバーンと取れちゃって大惨事になる可能性があるんで、怖くてね、僕はやったことないんですよね。まあ今日はね、せっかくなんでこれをやっていきたいんですよ。で、俺はその先の景色が見たい。じゃあここにとりあえず取り付けますよ。まあ、こういうのクランプとか取り付けるときって机が傷ついちゃうんで、今日はちょうどね、今朝畑で取れましたゴム板をね、傷防止でね、付けておきたいと思います。で、まあこれ簡単ですよ、取り付けるのは。ちゃんと押さえつけて、であとは締めていくと、ハンドルで。で、しっかり締まりましたと。これ回転式ベンチバイスなんで、まあちょっと回転させておきますか。まあちょっとね、こう見てほしいんですけど、ここのノブがあります。これが左右どっちも固定なんですけど、こうすると固定になるんですよね。もうこれ全然動かないですからね、マジで。で、上にやると緩んで、でもうスルスルこう回転してくれるんですよね。これめちゃくちゃ便利っすよね。縦に使いたい時とか横に使いたい時とか、普通だったら自分がこう動いてたり、バイスを取り付ける場所を変えたりしてってやってたものが回転式なので、もうこの操作だけで済みます。これはめちゃくちゃ便利だと思いますね。で、まあね、これをこうやって回してって全部出したらどうなるのかなんですけど、もうちょっとそれの前にベンチバイスもかわいそうなんで一回使っときます。何を試していくかというと、こちら。これ神話のね、スケールになるんですけど、まあ、これかなり昔から使ってますね。ある大切な人にね、もらったものなんですけど、これをちょっと板金していきたいなと思ってるんですよね。今まだ全然ね、僕大切に使ってるんで、そんなに曲がったりはしてないんですけど、まあ、こうやってね。よいしょ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 、え、えぐい、どういうこと、誰やー。まあ、ということでね、こいつを板金していきたいと思います。で、まあ、この曲がってる部分ね、ちょうど真ん中に来るように挟んで、これで板金していくと。よいしょ。これでしっかり締まったんで、まあ、あとはね、あれ？あれ？ありがとうございます。さあ、まあね、どうだろうね、これ。よいしょ。あれ？えぐっ！ここはまあまあまっすぐになったんだけどさ、ここなんか曲がってね？あれか、タバコの前やりすぎたか。まあでもね、このバイスは以前にこういう石でね、マウスを作った動画っていうのがあるんで、それで結構活躍してるんでね、まだご覧になってない方はそっち見てね、バイスを使ってる風景ね、ぜひ見てください。じゃあ早速メインイベント、バイスを全部出したらどうなってしまうのか、こちらをやっていきます。言うてもね、バイスって結構大きいものあるから、まあなんかの拍子にね、最後まで緩めちゃってボトッとかぶっ壊れちゃったりしたら結構危険だと思うんですよ。だから僕は途中でなんかストッパーみたいなのがいて止まってくれると思っています。まあ物によるかもしれないですけどね。まあ言うても落ちないと思ってるんで、僕は男なんでね、賭けに出ます。これね、今朝取ってきた阿蘇の天然水ですね。これをここの下に置きます。で、仮にこいつがストッパーで止まってくれれば、僕は何ともなりませんし、こいつが落ちてしまえば大惨事ですね。
じゃあ開けていきます。まだまだいけるよ、全然余裕っすね。大丈夫かね、これ。あれ、もうテンションない。これどういうこと、奇跡的なバランスを保ってる、もしかして。もう噛んでないっすね、ボルトは。あー、そういうことか。あー、これ助かったな。こういうことか。あー、抜けますけど落ちません。なるほどね。うん、きっとね、めちゃくちゃ汚い。結果抜けてちゃんとこの中のね汚れとかもお手入れができるんだけど、最後このねボルトとネジ穴がこう完全に外れた後にまだちょっと余力が残って、勝手にこいつが落ちるっていうことはないってことですね。なるほどな。まあ、結果的にね、阿蘇の天然水はこれ無駄になっちゃったんで、まあ後でトラスコにね請求書を送っときます。ということで今日こんな感じなんですけど、全国の中山さんはトラスコの回転式ベンチバイス、これをぜひご購入ください。で、まあ、これいいなと思った方は高評価とチャンネル登録をお願いします。まあ、この後ね、せっかく石のね粉塵がいっぱい出てきたんで、これを僕は掃除をします。今日はここまで。それじゃ、こんなの見たことないぞ。メガネレンチとモンキーレンチのいいとこ取り。これめちゃくちゃ薄くない？これなかなかすごいっすね。ロブっすね。こう、ふかりむになってて、代わりに僕がタバコ吸っときます。これモンキーよりいいんじゃない？これ1000円ですからね。ダンシングトゥーマッチよ、これ。